大阪、吉村博文知事、飲み会自粛要請で批判殺到。先日、大阪府が8月1日から20日までの間、5人以上の飲み会などを自粛するよう要請しました。大阪の吉村知事は、4人以内は身近な人だが、5人以上は大宴会だったと、ご自身の経験を説明し、正式に決定されておりましたが、 こちら、吉村さんの感想というか、個人的な経験を話されても、ほとんど意味はありません。本来は科学的な根拠が必要となります。まあ、例えば、大阪府として4人で食事をして、そのうち1人が感染している場合と、5人以上の場合で感染拡大のペースがこれだけ違いますと。 数値で説明がなされていれば納得できますが、吉村さんの説明では単に個人の判断で、判断にですね、任せられてしまっておりますので、5人以上であっても大宴会ではないと感じる方はどうなってしまうんでしょうか。 また、こういった飲み会などの食事の場においても、3密を回避すれば感染する可能性は低くなりますし、例えば、フェイスシードを着用し、離れた距離で座り、換気も十分に行っていれば感染する可能性は低くなると思われますが、大阪府には 吉村知事には、また維新には、まあ、こういった感染症対策、大人数で宴会を行えば、感染者がいた場合、感染拡大の原因となるから、控えてほしいと要請すること自体は理解できますけれども、その根拠が弱すぎますので、ぜひとも今後はしっかりとシミュレーションなどを行い、 科学的な根拠をもとに、数値も示しながら、住民の皆様に、大阪府民の皆様に、納得していただけるような説明を行っていただくように、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。